ありがとうございました。ありがとう、孫翔くん。ほんまに頑張って。はい。次会えるの楽しみにしてる。かおりちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。孫翔くんに負けへんから、ちょっと鶴見になろうかな。はい。はい。グッバイ、いってらっしゃい。ありがとうございます。僕も、行ってます。お客さん、飛び出す時。大阪でお世話になっている人と広島の三原で合致してホテルまで泊まらせてもらってご飯もごちそうになって靴も磨かしてもらった上にお気持ち代もいただきましたね。もうこの旅はいただいてばっかりですね。ちょっとこの日本一周靴磨きの旅を挑戦しているところをどんどん発信して姿勢で見せて少しでもそこで返していきたいなと思います。そしてこれから岡山の方に目指します。今回岡山市とか倉敷市行き通ったところを通るんじゃなくてちょっと森の中に僕を待ってくれてる人がいるんでね、また山道を登らないといけないですが、また行き品とは違うルートで岡山攻めてその後兵庫の方に抜けていきたいなと思います。道入ってきたぞ。これはうまい。これで山道も乗り越えそうですね。うまい。あそこが今目指してる目的地です。大乗龍神社、孤島に浮かんでる。すごいね。ここは広島の知り合いの方が絶対ここ行った方がいいっておすすめされたんで、スピリチュアル系靴磨き職人の私は行かなあかんな思って来ました。あんなでかい声で鳴く鳥おるか。出世の神。すごいところにあるよ。これは天竜とは最も若い時期の竜の呼び名です。天候を左右すると言われる一方で、徳を積みより霊格の高い竜へと成長していく期待を込め、出世神としても親しまれております。天竜、すごいね。大乗龍神社、こんな島の孤島にポツンとあって、なんか何人かに、広島の人何人かに、あっこはすげえご利益があるって言ったんでね、多分きっと再びいいことありますよ。この雨の中あと71キロ、なかなか厳しい戦いになりそうですね。え？パンクした？嘘やろ？なんで？タンポポついてるし、なんで？なんで？またなんか踏んだ。日中で自転車屋さんが300メーター先くらいにあるので、そちらに行こうと思います。パンクくらいで嘆くほど甘くないですからね。うそやろ、自転車屋が廃業してるだと。
こって自転車屋さんじゃないですよね。ああ、そうなんですね。わかりました。そうなんです。関空しちゃって。墓場があるんだけど、はい、そこをもうちょっと行って左に脇電気とあの自動車屋さんがあるんで、はい、そこが直してくれる。そうなんですか、はい。ありがとうございます。はい、よかったです。これ日本一周してて、これパンクしてもうて。どっから来たの？大阪です。大阪だいぶ傷んでますね。もう九州も沖縄もこれで行ってるんですよ。で、今折り返して東北の方まで行くんで、ちょっと見てもらいます。こんにちは。あの、パンクしてしまって、ここで直せるって、直すことできるって聞いたんですけど、なんとか自転車を直してもらいました。時には崩れ落ちることも大切ですね。もしあそこで崩れ落ちてなかったら、切り替えてすぐに行動してたら16キロ今頃歩いてるところでしたよ。よかった。しかもですが、なぜかわからんが、なんか広島の人から連絡来て靴磨きの予約が入りました。もし僕は自転車がパンクしてなかったら、そのまま岡山方面に向かってたので、ね、その人がこっちまで来ることできなかったので、そういう意味では全てついてたのかもわからんですね。恐ろしいほど自分がついてるぜ。私もなんかフェイスブックたまたま見ようって。あ、それすごい気になります。今日、はい、フェイスブック開いて、はい、有吉さんだと思って、はい、まあ、紹介されてて、あ、僕のことを、うん、で、いや、それも見てます、僕も、はい、あ、そうか。で、なんか、いや、こういう感じから応援したくなるよっていう投稿が書いてあって、はい、あ、はい、で、なんか靴の写真が載ってたのかな、はい、だからこういう人いるんだと思ってて、で、まあ、たまたまこうずっとこう歌かたどってみよったら、はい、あの岩口とか言ってて、あ、岩口まで来とってんじゃんと思って、はい、で、広島にもし来られた時があったらぜひ行こうと思ってこう見よったら、広島じゃんと思って、はい、じゃあ会えるかな、お願いできるかなと思ってメッセージしたんよ。下に岡山向かってますでーみたいな感じで、うん、いや本当に岡山向かってて、うんうん、落ち込んでたんですよ。うわ、このタイミングでパンクかよって。で、ちょうど本当に尾道のこの上のところ山のところ走ってたんで、はい、で自転車屋さん行ったら閉まってて、うん、なくなってて、で尾道まで降りてこなあかんってなったんですよ。でその時に15キロくらい歩かなあかんってなってる時に連絡来て、あ、もしあれやったら、じゃあ尾道やったら来てくれるかなとか思ったりして言ったら、そう言ってくれたんで、いや、めちゃくちゃすごいタイミングやと思って。すごい